皆さんこんにちは、ゾルフィアスと申します。さあ今日もですね、アニレコやっていきましょう。なんてなお前このゾルフィアスも用済みだ。なかなか巨大に強くて操りがいのあるやつだったが、もう必要なくなった。紹介しよう、シャドウェット仰せのままに。我々黒の同盟はゾルフィアス様に忠義を捧げていましたが、実はあなた様が操っていたんですね。そういうことだ。物分かりがいいな。お前たちは黒いユニットした仲間に引き込まないだろう。私のこの体では信頼されないと思ったのでな。したためてゾルフィアスの体を使ったというわけだ。ジェスター様、我々は黒いユニットになどこだわってはいません。の目的は一緒、アキシココを潰すこと、ただ一つのみです。治安者がゾルフィアスじゃなくなったんだ。黒の同盟という名前も変えてもいいかもな。それだったら私はアビスユニオンという名前に変えたい。どうでしょう、マキマ様。少し中二が過ぎるのではないですか、サムライソード。私は今までのまま黒の同盟で結構です。お、新しい名前ですか。まあ悪くはありませんね。多めの言葉を賜り恐縮でございます、ジェスター様。話がそれた、シャドウレッド、さっさとゾルフィアスを始末しよう。少し考えてみたのですが、ジェスター様、いくらもぬけの殻となったゾルフィアスといえども、こうも巨体となってはなかなか HP を減らせません。どうでしょうか、我々の手を使わずともその辺に追放すればいいのではないでしょうか。それもそうだな、ゾルフィアス世話になった。さあ、皆の者、アキシコ国に進行する準備を整えるのだ。頼りにしているぞ、貴様ら。嘘だろ？やばいってパロ。どうしたんですか、アキシさん創造士。一体どうしたんですか。500円玉でも拾ったんですか。いや、それもすごいことだけどよ。ほら、このニュースを見てみろ。モリモリの森に未確認生物を発見。くー、なんだか胸が躍るじゃねえか。未確認生物って言ってテンション上がらないか。あなたはいつまで経っても脳みそが小学生ですね。それは誰かが見間違えたり目立とうと思ってフェイクニュースを作っているのではないですか。おいパロ、ロマンのかけらもないこと言うなよ。未確認生物をカメラで撮って YouTube に動画投稿すれば、俺たち超人気 YouTuber になれるかもしれないぞ。きっと見つかりませんよ、あなただけで言ってください。パロ、お前ロボットのくせに冷めてんな。ん、ロボットだから冷めてんのか。まあどっちでもいいや。おい、アキシいるか。パロ、ほら見てみろよ、めちゃめちゃでかいって言ってるぞ。アキシ、お前もニュースを見ているようだな。私も同じニュースを見てここまで飛んできたのだ。おお、カメラマン、ちょうどよかったよ。お前も未確認巨大生物に興味があるんだな。その頭のカメラで動画撮影してくれ。そんな悠長なことを言ってる場合ではないぞ。おそらくその巨大未確認生物というのはジーマントイエのことだろう。巨大なスキビディトイエ、我々で駆除せねば。ほら、アキシさん、スキビディトイレかもしれませんよ。へえ、めちゃめちゃでっかいスキビディトイレなんているのか。でも俺の勘はそうは言ってないぜ。モリモリの森に住んでるネッシーが現れたんだよ。アキシさん、ネッシーは森には現れませんよ。まったく、ロマンのかけらもねえな、本当にパロは。まあどちらでもいい、とにかく手を貸してくれ。モリモリの森に出発だ。よし、行こうぜ。モリモリの森、北部。ここがモリモリの森か。あんまりモリモリしてないな。到着したのはいいけど、おい、なんで軍が出動してんだ。これはこれは、アキシではないか。久しぶりだな。おお、軍曹。悪いが、今モリモリの森は調査中でな。立ち入り禁止となっている。引き返してくれ。調査中ですか。やはりニュースは本当だったんですかね。未確認巨大生物がいるのかもしれません。おい軍曹、お前らが出動したのって巨大生物の退治のためか。残念だが一般人には公害禁止だ。お引き取り願おう。おいおい、一般人ってここはアキシ国だろ。俺の権限で通してくれよ。お前たち、もし森に G1 トイレがいたら調査どころではないぞ。今すぐ逃げなければ危険だ。
ジーマントイレ？なんだ、トイレがどうした？トイレに行きたいのか？残念だったな。最寄りのトイレはここから5キロ離れたファミリーマートだ。引き返してうんこでもしてこい。スキビディトイレのことを何も知らないのか、軍隊のくせに。そう、なんかやる気がなくなっちゃったよ。もう帰ろうぜ。アキシさん、あれを見てください。何か森の方にいますよ。ん？何か今いると言ったか？どこにいる？おい軍曹、お前たちの後ろになんか変なのがいるぞ。なんだと？なんか黒いしゃもじみたいなやつがね、ぶっ立ってるぞ。めちゃめちゃでかい。全員戦闘態勢、フォーメーションアルファだ。了解。どうやらGマントイレではなさそうだな。一体あいつは何者なんだ？シルエットからしてあれはゾルフィアス？そこの巨大生物、両手を上に上げて投降しろ。いやあいつでないぞ、ゾルフィアスだったら。ねえ軍曹、返事がないようだな。そっちがその気なら殲滅を開始する。おい軍曹、攻撃を始めやがったぞ。やばいって。もしそいつが本当にゾルフィアスだったらお前ら粉々だぞ。なんか登ってんだけど木登りみたい、カリン島みたいに登ってんだけど大丈夫か？いや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 、すっ転んじゃってんじゃねえか。なんだこの黒いこの塔みたいなやつは。おい反応しろ。おい、なんだこいつは、本当に生き物か？でっかいカリン島みたいなフォルムしやがって。こちらを向け。こちらを向かないというならまた攻撃を開始するぞ。さらなる火力でな。2キロ先に我々の仲間もまだいる。お前は完全に包囲されているんだ。いい加減こちらを向けよ。なんなんだこいつは。揺れてる。なるほど、やはりジーマントイレではなかったようだな。そりゃそうだろカメラマン、どっからどう見てもあれトイレのフォルムじゃねえからな。いやしかしあれってさ、ゾルフィアスなのか？あいつあんな顔だったっけ？しかもなんかこっち見て微笑んでるぞ。あれって微笑んでるんですか？めちゃめちゃ怖いんですけれども、黒の同盟は解散したと聞きました。どういう風の吹き回しでしょうか？ごめん。何かゾルフィアスが痛そうですよ。おい、そこのデカブツ、お前の目的は何だ？皆の者、フォーメーションデルタだ。攻撃態勢に入れ。ちょっと待ってくれよ軍曹、何やら様子がおかしいぞ。あいつ本当にゾルフィアスか？ゾルフィアス、一体誰なんだそいつは。やいゾルフィアス、黒の同盟は解散したんだろ。お前またアキシ国に攻撃するつもりか？なんとか言ったらどうだ。ごめんなさい。なんか謝られたんだけど。やっぱり様子がおかしいですよ。本当に私たちが知っているゾルフィアスなんでしょうか？いやどっからどう見てもゾルフィアスなんだけどな。おいアキシ、このデカブツとお前らは知り合いか？知り合いなんだったらとっととこの気味の悪いやつをどっかに持っていけ。軍曹無茶なこと言うなよ、めちゃめちゃでかいんだから。今までごめんなさい、私は操られていたのだジェスターに。なんだって？ゾルフィアス、お前まさか悪いやつじゃなかったのか？本当に信じていいんでしょうか？アクタージェスに我々は騙されていたばっかりですからね。お前ら一体何の話をしているんだ？何が何だかさっぱりだ。詳しくは前の動画を見てくれカメラマン。こいつはもともと敵の親玉だったんだぞ。それがいきなりこんなニコニコな顔になってさ、ごめんって言われたらお前何が何だかだよ。俺らも私は大変なことをしてしまった。許されないということは分かっている。せめてもの罪滅ぼしに私も黒の同盟を止める手伝いをさせてくれ。黒の同盟って滅びたんじゃないの？残念ながら滅びてなどいない。ジェスターが新しいリーダーとなって、いやもともとリーダーだったんだが、またアキシ国を攻めようと画策している。私にも責任がある。君たちを守るお手伝いをさせてはくれないか？そうか、そうなのか。おいアキシ、事情は大体分かった。お前らこいつを温かく迎えてやってくれ。軍曹事情分かんの？いやでもゾルフィアスめちゃめちゃでかいんだぞ。こいつがいるスペースなんてないよ。そこをなんとかしてやってくれ、頼む。軍曹さんって涙もろいお方だったんですね。まあでもゾルフィアス強いからな、戦力アップは間違いないよな。それだけではないぞ、私の笑顔はきっと多くの人を幸せにできる。いや結構怖いけどねその笑顔。仕方ありませんよアキシさん、来るもの拒まずです。そうだな、こいつを信じて基地に連れて帰ろう。というわけなんです、クイーン・バンセリア、ゾルフィアスをこの基地に置きたいんだけど大丈夫ですか？ジェスター
の一件があります。信じてしまうのは危険かもしれませんが、あなたはどう思いますか、スピンガー夫人。ジェスターの心は悪に染まっていました。しかし今のゾルフィアスからは危険なエネルギーを感じません。信じてもいいのではないでしょうか。そうですか、わかりました。真剣部屋。本当か？ありがとう、スティンガーフリン。クイーン・バンセリア。私たちも初めは正直耳を疑いました。まさか、ゾルフィアスがジェスターに操られていたとは。真の黒幕はジェスターだったということですね。むしろこれは大きな戦力アップだ。よくやったぞ、アキシ。アキシ、今のがいいニュースですね。悪いニュースというのは一体何なんですか？それなんだけどさ、このゾルフィアス曰く、黒の同盟は解散してなかったっぽいんだよな。解散したと見せかけて力を蓄えていたのでしょう。奴らはきっとこのラボをまた狙ってきます。女王、私も共に戦います。黒の同盟のことは私がよく一番知っていますから。なぜ黒の同盟がこいつを解放したのかが気になるな。このゾルフィアスから黒の同盟のことを聞けばたくさんの情報が出てくるというのにな。油断は禁物ということですね。おや、早速このラボに何者か悪しき者が近づいてくるようですよ。皆さん戦闘準備をしてください。時間がありません。急いで。ここは私に任せてもらいましょう。私の力で黒の同盟を叩き潰してご覧に見せます。おお、ゾルフィアス心強いな。ワンピースのジャドマン、ご機嫌うるわしゅ、アキシ国の皆さん。何がご機嫌うるわしゅだ、ジェスター。クソ、おや、あそこにいるのは用済みになったゾルフィアスではないですか。震えているではないですか。かわいそうに、あなたが出る幕ではありませんよ。そんな抜け殻に何ができるというのですか。やい、ジェスター、お前がゾルフィアスを操ってたんだってな。全部話は聞かせてもらったぜ。ゾルフィアスは俺たちの味方になった。今からゾルフィアスがお前たちをぶっ潰すからな。だから何を言っているのですか。さっきからゾルフィアスが強かったのは私が操っていたからです。そんなことも気づいていないんですか。え、なんだと。嘘つくなお前。嘘だと思ったらお試してみればよろしい。おい、本当かゾルフィアス、お前そんなに震えて大丈夫か。また操られるかと思うと不安で。おい、お前無理すんな。さあ、とっとと進行を始めましょう。茶畑&田畑、相手はあの弱っちい抜け殻になったゾルフィアス。あなた一人でも十分でしょう。楽勝だな、茶畑。そうだな、茶畑。心配しないで、私の光魔法であなたを強化してご覧に見せます。おお、クイーン・バウンセリア、そうか、MP が溜まったんですな。大天使ミカエルよ、あなたの名において正義の心を持つ者に祝福を。シャインストレングス。おお、ゾルフィアスがこれ強化されたのか。力がみなぎってくるぞ。あのクイーン・バウンセリア、本当にこれって光の力だよね。なんかちょっと怖いんだけど。さあ、悪しき者を倒しなさい、ゾルフィアスさん。おい、本当に大丈夫かな、ゾルフィアスのやつ。なんか光の力を、おお、すごい、光のレーザーを目から発射、そしてお腹からもビームを出している。これはもしかすると玉滝&茶畑の HP をゴリゴリと削っている。まさしくなんか長距離砲。おお、すげえ、派手に砕け散った。いやー、でもなんか複雑な気分だよな。だって茶畑はもともと俺らの味方だったからな。なんとかならねえもんかな。素晴らしい、素晴らしいぞ。本当にこいつ光の力に祝福されてんだよな。よくやったゾルフィアス、バウンセリア様に光の力をいただいたのだ。これからは女王様のために、そしてアキシのラボのために働いてもらうぞ、ゾルフィアス。承知しております、スティンガーフリン。私はこれからはアキシ国の戦士として悪を裁く正義の執行者となりましょう。いや、やっぱ笑い方が悪役のままなんだよな。はい、というわけでですね、今日はガーデンオブバンバンチャプター3に出てきた絵をもとにですね、はい、ニコニコゾルフィアス作ってみました。作ってみたっていうか、まあゾルフィアスがね、操られてたってことだよね、まさかのね。いやー、皆さん今日も動画をね、見てくださって本当にありがとうございます。エヴァンゲリオンとね、今ねちょっと演習してるんだけれどもね、やっぱ強いわ。てか暴走して落ちた。エヴァンゲリオン初号機。さあ、今日も最後にじゃんけん T-REX 見ていきましょう。いきますよ、最初はレックス。じゃんけん、何が出てくる。出てきたのは、はい、こちらチョキ。
さあ、はい、ブルーシザーズですね。いやー、グテーンってなっちゃってる。ゾルフィアスの目からですね、光のビーム。俺はジャンケン T-Rex 痛い、強い、でかい。はい、皆さん、それではまたねー。うおー、揺れてる。